はい、こんにちは。田島アクアティクスのケンピーです。本日のカット TV は、大会出場企画第2弾。今回はちょっと大会出場企画第2弾というところで、大会にまた出場しようかなと思ってます。で、前回、辰巳で行われた、競泳のマスターズ大会の、インストラクターの出場企画は、皆さん見てくれましたかね、もう。前編後編と分けてちょっと2本立てでお送りしてるんですけど、2日間土日で辰巳国際水泳場が最後だったっていうところで、インストラクター全員でレースに出て、まあいろいろ企画として追ってきたんですけど、今回はその第2弾として、僕がちょっと挑戦していきたいなと思っている企画があります。で、何の大会に出場するかというと、ライフセービングの全日本プール選手権に出場したいなと思います。今回はちょっと競泳と離れてライフセービングのプール大会があるので、そちらにちょっと出場を目指して、動画を撮っていきたいなと思います。ライフセービングってどういうものなのかっていうのがピンとこないと思うんですね。ライフセービングって聞くとすごい救命活動、浜辺でこう監視活動をして、まあ、人を助ける、人命救助するっていうのがすごいイメージ強いと思うんですけど、その中にも競技会があって、その競技会にちょっと出場してメダルを目指そうかなっていう企画になります。で、僕がまあ大学時代は4年間ライフガードとして、大学時代はライフセービング活動に従事してきたんですけど、まあその中でも僕も大会に何回か出たことがあるので、まあ今回久しぶりにちょっとライフセービングのプールの大会の方に出てみようっていうところで、そこでメダルをちょっと目指そうというところで、この企画をちょっと、していきたいな、追っていきたいなと思ってます。大会がですね、5月の13日と14日、土日に、あります。そこに向けて、ちょっとレースのための、練習だったり、どんな練習をしていくのかっていう、で、僕のちょっと成長も楽しみつつ、ライフセービング競技っていうのがどういうものなのかっていうのも皆さんにちょっと伝えられたらなと思ってますので、まあ楽しみながらこの企画を見ていただきたいなと思います。もちろんコメントとかでも質問あったらぜひどん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 、していただきたいなと思うんですけど、で、まあこの企画の第1本目として、まあ僕が出場する、50m マネキンキャリーに出場したいなと思ってます。 50m マネキンキャリーっていう種目がどういう種目、特性の種目なのかっていうのも、この動画でちょっと見せていきたいなと思いますので、この後の本編、楽しみにしていただけたらなと思います。では早速本編の方流してみてみましょう。どうぞ。はい、ではライフセービング競技についてまずはちょっと説明していきたいなと思います。ライフセービングで、競技会、まあ、先ほど伝えたと思うんですけど、競技会の中でも、サーフ競技とビーチ競技でプール競技があるので、まあ、大きく分けてこの3つに分かれてます。で、今回僕が出るのはプール、プールの、先ほど伝えた 50m マネキンキャリーっていう、種目になります。で、この 50m マネキンキャリーってどういう種目なのかっていうと、映像この後流れると思うんですけど、約40キロですね。約40キロの水の入ったマネキン、オレンジ色のこの人形マネキンを、25メートルこう引っ張っていくっていう、キャリーっていうところが入る種目なんですけど、まあ、トータルで見ると、この 50m マネキンキャリーっていうのは、スタートしますね。飛び込んで、テイクアマークで、スタートして、25メートルはスイムで泳ぎます。25メートルスイムで泳いで、真ん中の50メートルの、小水路の真ん中の地点の25メートルの地点に沈んでるマネキンっていうのをピックアップします。ピックアップで、ピックアップしたマネキンをその後片手クロールで25メートル、残りの25メートルを引っ張って泳ぐっていうのが、この50メートルマネキンキャリーの、種目になります。僕の一応ベストが32秒4です、ね、32秒4。このタイム出した時に確か全日本で、5番とか6番とかだったと思うんですけど、まあ、今回メダルを目指さなきゃいけないので、まあ、31秒台をちょっと狙って練習したいなと思うんですけど、まあ、大事になってくるのはこの前半のまず 25m 飛び込んで浮き上がりの部分ですね。 25m の部分なので本当に短い距離なんですね。ここで少しでも前に出るためにはスタートの強化と、あとは浮き上がりっていうところを、練習していかなきゃいけないかなと思って、あとは短い距離でスプリント力、なるべく体をこう早く動かすというところの、スプリント力の向上を、していかなきゃいけないかなというのは思ってます。で、その後のピックアップですね、今度、沈んでいるマネキンを拾いに行かなきゃいけないので、25メートル泳いだ後にそのまま潜って、ピックアップするっていうところの技術も大事になってきます。その後はキャリーですね、キャリー。今度運んでいく部分になってくるので、ここはまあストロークのパワーだったり、キックをしっかり打って、マネキンを、体と一体化するっていうのがすごい大事になってくるので、ここのキャリーの部分がすごい、あとはもう大事になってきます。
実際にやっぱ25のところってそんなにすごい差は開かないんですけど、やっぱ差が開きやすいのはこの後半の25、キャリーの部分なので、キャリーの部分で結構差が開いて順位が決まりやすいので、ちょっとここのキャリーの部分はあと1ヶ月ちょっとあるので、キャリーの部分の練習をしっかりとしていかないといけないかなっていうのは、まあ課題としてありますね。なので、まあ、ちょっとこういうマネキンキャリー、 50m のマネキンキャリーっていう、競技にちょっと出場してメダルを目指すので、ぜひ応援してほしいなと思います。で、まあまあ、この競技の説明があった通り、ライフセービングの競技って、実際にはやっぱ人を助けるってところが念頭にあって、その上で競技としてできている、種目になるので、順位を競うっていうところだけじゃなくて、やっぱりある程度正確性だったり、やっぱ泳力だけではなくて、技術の部分もすごい大事になってくる、ところがライフセービングの、まあ、面白さかなと思います。すごいそこが魅力かなと思うので、興味がある方は動画とかをちょっと見ていただいて、ライフセービングのプール大会とか調べると YouTube 出たり出てきたりするので、ちょっと面白い、見てても面白いかなと思うので、ぜひ YouTube の方でもちょっとチェックしてみてください。インターバルの条件が少なすぎるんですね。どのような負荷で、どのような休憩で、それを下回る速度で泳ぎ込むというのはいかがなものかな。飽きないですよね、選手が。飽きさせないって実はすごく大事なことで、練習が強くなったのに、なんか本番があんまりタイムが上がってないというのは、もしかすると。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回は、ライフセービング大会に出ようというところで、動画を回していきました。ライフセービング競技っていうのがどういったものなのかっていうのが、この動画で伝わったらいいなと思います。で、まあ今後ちょっと僕が実際に練習していく動画だったり、まあライフセービングの種目の紹介をどんどんしていきたいなと思っているので、ちょっとこの動画を見ていただいて、ぜひ興味が湧いた方は、ライフセービング、誰でも本当に、活動としてはできる活動ではあるので、北島アクアティクスのライフセービングクラスのインスタグラムのアカウントだったり、ちょっと覗いてみていただけたらなと思います。はい。では、この動画が良かったなと思う方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。